ええ、乙骨ユタは呪術高専で預かります。今日から新しい学校だよ。行きません。誰も傷つけたくありません。だから外には出ません。君にかかった呪いは使い方次第で人を助けることができる。あなたが望むなら約束だよ。大人になったら理香と優太は結婚するの。いいよ。なれたならわけもなく涙が降れそうな。じゃあ僕らはすごく高専でリカちゃんの呪いを解きます。本当にずっと一緒だよ。